ばんは、大島匠です。匠クロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、ロレールのベレー帽をかぶりまして、リーのデニムジャケット、コルヘイスのオリーブのカシミヤのニットを着まして、リーバイス517のリジットデニムを履いたスタイリングになっております。結構地味な色合わせなんですけども、基本的にはこういう色合わせも大好きなスタイリングになりますので、特に今日は家にいることが長かったので、エイジングを頑張っているデニムジャケットとジーンズを履いたスタイリングになっております。それでは今回の本題に入りたいと思います。今回はサムネイルでもございましたが、ファッションにおけるいわゆる差し色についてちょっとお話をしたいと思います。で、差し色っていうと、コーディネートの中でポイントで入れる色のことになるんですけども、その差し色の一番典型的な色っていうのが、私の中では2色ありまして、それがいわゆるイエロー系と赤系、レッド系ですね、だと思っております。で、いわゆる色の三原色っていうのを多分昔習われたことがあると思うんですけど、青、赤、黄色っていう、その3つがいわゆるその三原色になってくるんですけども、青っていう色目に関してはメンズドレスファッションの中枢を担う色になってきます。メインになってくる色だと思います。で、それ以外の赤と黄色、それが差し色になってくる、メンズドレスファッションの中では差し色の定番カラーなのかなという気がしておりまして、その黄色赤だけですと少し色が強すぎますので、その前後というか左右というか、例えばオレンジがかった黄色だったり、マスタードがかった色だったり、赤だったらボルドーとか少しピンクがかった赤とか、そういうところまで含めて、いわゆる赤系と黄色系っていうのが差し色になる一番ベーシックな色なのかなという気がしております。その差し色になる、そのいわゆる2色をマスターしていただきたい、私自身もしたいと思っておりますので、今回その内容を少しお話をしたいなと思っております。で、そもそもその差し色っていうのは本当にコーディネートにとって必要なのかどうかっていうところのお話なんですけども、結論から言いますと必要ありません。ですが、差し色があることによってやっぱり少し華やかになったり、少し軽快に見えたり、少し若々しく見えたり、そして少しおしゃれに見えたりすることができるようになる色だと思っております。なので、差し色をうまくマスターすることによって、その人の皆様のスタイリングっていうのが一段レベルアップするんじゃないかなと思っております。差し色が使えない方よりはやっぱり使えるに越したことはないです。毎日使わなくてもいいと思うんですけども、時折ちょっと気分を変えたいなとか、ちょっと今日は少し華やかにいきたいなっていう時に、差し色を使えるようになっておくことで、コーディネートのバリエーションもどんどん広がっていきますので、この2色、とりあえず2色ですね、をマスターしていただければ、まず間違いなくコーディネートをする時に役立つと思いますので、最後まで見ていただいて、ちょっと日々のスタイリングに少し取り入れていただければいいんじゃないかなと思いますので、ぜひこの動画を見終わる時には、よし、明日黄色を入れてみようと思っていただける方が一人でも二人でもいらっしゃると嬉しいなとは感じておりますので、最後までご覧いただければと思います。例によって私のインスタグラムから画像を抜粋しまして、こちらに流しながらお話をさせていただきたいと思いますので、ご覧ください。私自身もそんなにたくさん黄色とか赤いアイテムを持っているわけではないので、そんなにインスタグラムにコーディネートを上げている枚数がありません。ですので、その中から一部抜粋をしてこちらに流してみたいと思います。で、赤とか黄色っていうのは基本的にはどちらかというとブラウン、茶色ですよね。メンズドレスファッションの中枢を担っているネイビーとブラウンっていうのも同じく中枢を担っていると思うんですけども、そのブラウンの方に割と近い色だと思います。もしかしたら類似色っていうところに該当する色に本当に近いぐらいの関係性の色だと思うんですけども、ですのでブラウンのスタイリング、例えばブラウンのジャケットの中にボルドーを入れる、黄色を入れていくっていうのは絶対に馴染みが良くて、コーディネートとしては作りやすいんですけども、正直言いまして、それは差し色ではないような気がしております。グラデーションの延長のような気がするので、差し色というともう少しポイントで刺すような感覚になってくるなと感じております。ですので、例えば赤、
赤系の色を差し色で使う時のスタイリングはこういう感じかなと思っております。ネイビーのカーディガンを着て中に赤いポロシャツで PT トリノのガンクラブチェックの、まあ、遠目には要はベージュっぽいウールのパンツを履いたスタイリング。この日はこの上にオフホワイトの、パーカーを羽織っていたんですけども、そのパーカーはまあなくても全然問題ないんですが、要はこのネイビーと赤、いわゆるこう補色関係にある、もうそう、あの反対に位置するような色なんですけど、まあ、それを入れることによってポイントに、要は差し色になっているのかなという気がしております。ネイビーと赤って結構派手派手しく見えるんじゃないかなと思われる方は多いような気がするんですけど、実はメンズドレスファッションにおいてネイビーのジャケットに赤いパンツとか、あの結構あります。定番の組み合わせとして存在しますので、あの1回やっていただくと意外と自然にまとまると思います。ラルフローレンの広告とかを見ていても結構赤いパンツにネイビーのジャケットとか結構出てきますので、そういうのは見慣れてらっしゃらない方も多いかもしれませんが、結構自然にまとまりますので一度やっていただければと思います。この辺りもそうですね、赤いパンツにシャンブレーのシャツにネイビーのニットを肩掛けしております。もうこれもネイビーと赤の組み合わせ、要は差し色としてポイントとして使った組み合わせになっています。あともう一つ赤系とかボルドー系で相性がいいなと思っているのがこのミリタリーウェアです。要はカモフラージュの中にボルドーのポロシャツを着ていたり、これもそうですね、カモフラージュの中にボルドーのポロシャツ、まあ、これもそうですね、 M65 のカモフラージュの中にボルドーのニットを着ています。こういうふうに、まあ、カモフラージュに限らずカーキとかもそうなんですけど、 M65 の無地のカーキとかもあると思うんですが、そういうものの中にボルドーとか赤を入れていただくっていうのは、いわゆる先ほどのブラウン系のグラデーションで入れてますとは違うんですけども、意外と馴染みます。あのカーキの時にもお話をしましたが、カーキってやっぱり少しこうくすんだ色味になりますので、その中に赤をポンと、赤って結構強い色なので赤を入れていただくと割とこうパリッと見えますし、少し土臭い感じ、あのラギットな感じっていうのを赤で少しこう弱める感覚という認識で私は使うことが多いんですけど、少しこうパキッとさせる時に赤を入れたいなと思うことが結構あります。多分まあ見ていただいて、今カモフラージュとボルドーっていうのを見ていただいて、そんなに違和感ないんじゃないかなと思っていただけるかなと個人的には思っておりますので、まあぜひ一度ボルドーの何かインナーとか、パンツはさすがに使いづらいと思うので、まあ、ニットとかポロシャツとかをこうネイビーの中に入れる、もしくはカーキとかカモフラージュの中に入れるっていうのを一度試していただきたいなと思っております。で、まあ、もちろんあのそれ以外でボルドーとか赤を使いたい時にブラウンの中に入れるとかっていうのはもちろん全然コーディネートとしては成立しやすいので、まあ、まずはそこから入っていただくのもいいかもしれません。あとはイエローですね、まあ、マスタードからイエロー、クリーム色みたいなところも含めてイエローから、まあ、代表的な感じで言うと私が好きなのはこういう感じです。同じくカモフラージュです、まあ、カモフラージュの中にイエローを入れる、これもカモフラージュの中に明るいちょっと薄い色のイエローのポロシャツを着てるんですけども、こういうのはあのさっきの赤みたいにこうパキッとさせる感覚ではないんですけども、あの割と相性がいい色目の組み合わせかなと思っております。グリーンと黄色っていうのも割とこう近しい色だと思いますので、まあ、そのあたりは絶対に相性がいいと思います。ただかなりクリアなグリーンとかなりクリアな黄色を一緒にすると結構うるさくなりがちなので、まあ、その辺はどっちかがくすんでいたりする必要はあると思うんですけども、あの割とこうグリーンと黄色っていうのは相性がいい色になりますので、まあ、ぜひそのあたりは組み合わせてみてください。これが先ほど言っていた感じですね、ベージュの中に黄色を入れる、まあ、これはどちらかというとこう差し色っていうよりはグラデーションの延長で黄色が着ているという感覚になっています。まあ、このあたりもそうだと思います。グラデーションの延長でマスタードのジャケットを着ているっていう感じですね。こういうのが割とこうポイントになりやすいかなと思います。グレーのスーツにイエローのニットをしてるんですけども、こういうのがこういわゆるこう差し色の代表かなと思っています。なのでこういう使い方をしていただくことで、例えばこのグレーのスーツに黒いニットタイとか、あとはネイビーのネクタイとかっていうことをすると、まあ、全然こうベーシックでスタンダードな組み合わせなんですけども、ちょっと気分を変えたいなとか、少しこう華やかにしたい、例えばもう少しカジュアルにしたいみたいな時はこういうネクタイとかをしていただくことによって少しこう差し色が入って華やかで、まあ、カジュアルな見え方になりますので、こういう使い方を
していただくことで差し色が効果的に使えるんじゃないかなと思っております。でもちろんその黄色とネイビーっていうのも相性がいい色になります。ちょっとたまたま画像が見つからなかったんですけども、例えばネイビーのジャケットを着て黄色いシャツを着るとか黄色いポロシャツを中に入れるっていうのもすごく相性がいいので、やっぱりネイビーっていうのは意外とこう強い色なんですけども、赤とか黄色とかグリーンとかこう何でも結びつけることができる色になりますので、やっぱりそれは多分メンズドレスファッションの中における一番やっぱり揺るぎない定番カラーだからだと思うんですけど、まあ、黄色にネイビーっていうのもいい組み合わせになりますので、ぜひやってみていただければと思います。差し色とかポイントカラーを入れるときにどれぐらい入れたらいいかわからないと言われることがたまにあるんですけども、色の分量に関しては本当にお好みになってくるんですけども、例えばですけども、まあ、このスタイリングでネクタイをしていたとして、例えばネクタイがネイビーに赤いラインが入っているネクタイをして赤いパンツを履く、まあ、そこまではいいと思います。それぐらいこう赤を今2箇所使ってるんですけども、それぐらいはいいと思うんですけども、例えばプラスニットを肩にかけてるニットの袖口に赤いラインが入ってます。そうするとニットとネクタイとパンツに赤がくることになります。そこまでやるとさすがにうるさいです。もうそれはもうポイントにはなっていなくて差し色ではなくなってます。もうどちらかというとその赤がやっぱ赤って強いので、この赤がメインカラーに見えてきますので、基本的にはその差し色として使うときはやっぱり1箇所もしくは多くて2箇所かなと思っています。それ以上になるともう差し色ではなくなってくるような気がしますので、その点だけ注意をしていただければなと思います。ここ最近結構皆さんがよくやられていたスタイリングでちょっと個人的には気になっていたのが一つだけあるんですけども、例えばそれがネイビーのジャケットブレザーを着て金ボタンの薄い黄色のシャツを着てネイビーと黄色のレジ面の、まあ、2色か3色ぐらいのネイビーと黄色が入ったストライプのネクタイをして、でちょっと黄色が入ったチーフをしているみたいな組み合わせって多分こう皆様思い浮かべていただくと、あなんかやったことがあるなとか、あのスタッフさんがやってたなとかって思われる方はいらっしゃると思うんですけども、そこまで黄色を合わせすぎてしまうともう多分それは青と黄色がメインとなったスタイリングです。ですのでもうそれは差し色ではないですし、かつやっぱり黄色もしくは赤、あとはもうピンクとか緑とかそういう色目っていうのはメンズドレスファッションの中では本当に先ほども言いましたが差し色になるカラーになってきますので、あまりにもたくさん一つのスタイリングに入ってくるともうそれはしつこいです。少しこううるさくてわざとらしくていろんなものを合わせに行きました感がやっぱり強く出過ぎてしまいますので、そのあたりは拾いすぎない、そしてあくまでも差し色であるっていうことを認識した上でコーディネートをしていただくっていうのが必要になると思いますので、先ほども言いましたが、まあ、一つのスタイリングに、まあ、差し色は多くて2つかなと思います。なので、まあ、それ以上はできるだけ入れないでいただきたいなと思っておりますし、あまりにも多くならないようにできるだけ差し引きをしていただくっていうのが必要になると思いますので、まあ、その点だけ注意していただければと思います。と同時に例えば黄色と赤が一つのスタイリングに入るっていうのもなかなかこう難易度の高い、ダメではないんですけど難易度が高いスタイリングになりますので、まあ、それもまずは避けていただくのがいいかなと思いますので、まあ、その点もご注意いただければと思います。ちょっと今回久しぶりに色のお話をさせていただきましたが、また何かのタイミングで色のお話は引き続き撮影させていただきますので、楽しみにしていただければと思います。それでは、今回の匠クロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。